ナンバーアのロゴ問題。トベが謝罪と共闘の結果報告。今後の展望。日本のエンターテインメント業界でアイドルグループナンバーアのロゴがロックバンドザ・ボナズへのものと告示しているとの指摘があり、所属事務所トベが20日、X を通じて今後の方針を発表しました。 この騒動には、元キング・アンドプスの平野紫耀、岸優ユ神タ、ジングジユタの3人が結成したナンバーアイのファンやザ・ボナズへのファンが注目し、物議を醸していました。本校では、トレの声明や双方の事務所との協議内容、そして今後のナンバーアイの展望について詳しく掘り下げます。 ナンバーアイのロゴ問題ナンバーアイは、元キング・アンドプスのメンバーが結成した注目の新しいアイドルグループで、その存在感はデビューから高まりを見せています。しかし、彼らの新しいロゴがザ・ボナズへのものと告示しているとの指摘が SNS 上でなされ、両グループのファンの間で論争が巻き起こりました。 特に、ザボナズへのロゴは長年にわたりバンドのアイデンティティの一環となっており、その類似性が問題視されました。トベの声明と謝罪20日 X を通じてトベはグループロゴに関しまして、途題された文章を公開し、この問題について説明と謝罪を行いました。 トベはザボナズへの所属事務所パーアートオーストの協議を経て、ザボナズへの皆様とファンの皆様には、長年、旗印として愛されてきたロゴに関して、お騒がせしてしまったことをお詫びいたします。と述べ、謝罪の意を表明しました。双方の事務所との話し合いトベは、ザボナズへの所属事務所であるペラドクスと積極的に協議を行ったことを明らかにしました。 話し合いの中で、ロゴを制作した経緯や意図が詳細に説明され、双方の立場が理解されるよう努めました。この過程で、それぞれのファンの皆様と旗印を、互いに何よりも大切にし続けるという点で共感し、今後もナンバーアイのロゴを変更することなく、活動を続けていくことを合意いただきました、と報告されました。 共感と共闘の結果、話し合いの結果、飛べとペラドクスをお互いのアーティストやファンの気持ちを尊重し、共感し合うことで合意に達しました。これにより、ナンバーアイは今後も現行のロゴでの活動を継続することが決定されました。両者の誠実なコミュニケーションと協力が問題の解決につながったと言えるでしょう。 ファンの反応この問題に関するファンの反応は賛否両論で、中にはロゴの告示を問題視する声もありました。しかし、トベとペラドクスへの真摯な姿勢や問題解決へのコミットメントに対しては、多くのファンから支持の声が上がっています。また、双方のアーティストのファン同士が互いを尊重し合い、対話を通じて問題を解決する姿勢も注目に値します。 ナンバーアイの今後の展望ナンバーアイが今後どのような展望を描いているのか、ファンや関係者にとって重要な焦点です。戸部は声明の中で、今後もナンバーアイのロゴを変更することなく、活動を続けていくことを合意いただきました。と述べ、グループが新しいアイデンティティを築き上げ、ファンと共に歩んでいく姿勢を示しました。ナンバーアイのロゴ問題は、 トベとペラドクスへの協力とファンの理解によって解決へと向かいました。両者の真摯な謝罪と共感が問題を乗り越え、新たなステージに向けた一歩を刻んでいます。今後はナンバーアイがどのようにファンと共に成長し、エンターテインメントシーンにどんな影響を与えていくのか、期待が高まります。